はい、今巻き終わったんですけど、もう流します。で、はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日はバッサリ切ります。モデルさんが、持ってきていただいた下井長さというのがもうショート並みの長さ。これ見えますかね。見えないか。結構短いですよね。そう、この辺まで切るんで、中にインナーのブリーチがモデルさん綺麗に入っておりまして、です。で、パーマーを今日はドライングパーマー、久々にドライングパーマーかけていこうかななんて思ってます。はい、大体そうですね、2時間以内には終わるかなと。カットして1時間半から2時間ぐらいで終わるかなと思います。はい、ではショートに切っていきたいと思います。まあ大体ですね、はい、皆さん見せます。後ろはこのぐらい軽さが出てて、まあ、顔周りは結構これで終わりですね。で、こんな感じでカット終わりでパーマかけます。はい、今度はパーマをかけていくんですけども、後で洗うんでちょっとそのままいきます。今回はクリームだと推薦できないんで、クリームまでいかないぐらいの薬剤をちょっとつけ巻きしていきます。薬剤はちょっとスピエラー使って、スピードを還元するんでシステアミンも使ってます。あともろ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 メインはシステアミンとスピエラですね。そうしないとやっぱスピードで1時間半ぐらいで、まあ、ここからだいたい1時間で終わるので1時間かかんないぐらいか。で、還元も多分巻き終わって流すみたいな感じなんで、もう早いです。そうしないとつけ巻きしてるんでスピードが大切なので、まあ、つけ巻きなのでつけむらない方がないようにしてください。まあ、あとつけ巻きのポイントとしては薬剤がすごく少なくて済むので、まあ、材料費の削減になるかなと思います。あと頭皮に、僕基本的に頭皮に薬をつけたくないので、後で薬つけたりするのすごい嫌なんですよね。なのでそうしてます。後でなんか薬、頭皮に薬こう伝るような感じがちょっとあんま好きじゃないんで、今ネープを外羽にかけてますね。で、特にこの右側の方が、この右側のネープの方って結構かかりづらかったりするんで、ちょっと前にオーバーダイレクションして靴半分前に持ってきてかけた方が、いいと思います。もしくはロッドを1個下げるとかも必要かと思いますね。今日は下げませんが、少し前の方に来るように今かけてます。右側のネープだけちょっと1個小さくします。左が 11mm、右が 10mm ですね。僕は結構そんなに細かく綺麗に取って巻いたりとかしないで、ただこれ分かりますかね。ちょっと説明してる時間ないんですけど、まあいいや時間かかるから山切りカットに山切り、スライスを、こう R に取るとすごい収まりがいいんですよ。なのでちょっと今それを見せようと思ったんですけど、ちょっと面倒くさいんでやりました。で、これぐる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 って回してツイストバンドっていうんですけど、はい、ツイストバンドという方法です。こちらが見やすいと思うんでこうしたら
ツイストバンドは、あ、ゴムだね。こっちの、こうして、くるくるって、こう丸めますよね。で、かけます。はい。あとで理由がわかります。だいたいツイストバンドは5回です。5回ツイストする。2、3、4、5ですね。はい。ここドライング入れるんで、ちょっとデザインで巻こうと思ったんですけど、ちょっとやめて、通常通り巻きます。ちょっとドライング処理するので、普通にやった方がいいので、普通に巻きます。通常だったらもうちょっとデザイン入れて巻くんですけど、ドライング入れるとき、デザイン入れすぎるとちょっとやりづらくなっちゃうので、通常通り巻いてます。で、前髪も、ドライングパーマだと絶対失敗しないんで、前髪も巻いちゃいます。若干サイドは、ロットを変えてます。結構左右のかかり違う方が多いので、そうしてます。わかりますでしょうかね。これ、こうやってやった方が跡がつかないので、皆さんやってみてください。なぜツイストバンドが跡がつかないかっていうと、ここの、このゴムからかけたところからの角度がすごい急なので、これが緩いと、角度が緩すぎると髪の時に跡をつけちゃうんですけど、角度がツイストバンドすることによって、すごい V ラインになるので、ほんと端っこしか、跡つかないんですよね。なので、跡つきづらいんですよ、このツイストバンド。ここが V になるので、この時点が、ここがまっすぐになるんですよね、一般的にやると、たすき掛けしても。そうすると、跡がつきやすいんですけど、ここがすぐ V になるんで、ここのところは絶対跡がつかないんですよ、基本的に。で、基本的に僕のやり方なんですけど、これでもうただも何もしないので、もうこれで終わりなんですよね。で、ラップもしないです。このままちょっと置いていくような感じです。で、かかってればもう OK なんですけど、はい、今巻き終わったんですけど、もう流します。で、もうかかってるので終わりですっていう感じで、ここからちょっと中間水洗していくのでシャンプー台に移動します。はい、これで、ドライング処理をちょっとこの後していくんですけど、ドライングパーマのやり方は、教材で販売している内容なのでちょっと省かせていただきます。で、それ終わったら、2剤をつけてっていうような感じにしていきます。はい、で今、2液をつけた状態です。ちょっとドライング処理終わって2剤つけたんでもう終わります。こんな状態ですね。一部ちょっと巻き返しをしてるんですけど、ちょっと先ほどと違うと思うんですけど、はい、これで、あとちょっと置いたら、終了で、最後にちょっとシャンプーして乳剤浸透させて終わりという感じでやっていきます。はい、で、まずセットなんですけど、スタイリングちょっとしてみてみようかなと思うんですけど、ヘナジェル、ヘナ水か、ヘナ水まずちょっとつけます、全体に。でスタイリングはヘナウォーターじゃなくてヘナジェルだけにしようかなと思ってます。まずヘナウォーターをつけます。これ匂いどうですか？なんかスープしたね。これね、キタビの発火なんですよ。北海道産なんですよ、実は。でこれがヘナジェルとコンプレックスするので、ちょっと、ね、磁石みたいにくっつくんですよね。でこれベースにつけて、
このヘナジェルをつけて乾かして、最終的にスタイリング剤としてもジェルを使うので、これで合わせるとトリートメントになるんですよ。ヘナのトリートメント、これはヘナジェルの方はフラノのラベンダーを使って、ラベンダーの香りですね。これ合わせるとちょうどいい匂いになるんですよね。というような感じでスタイリングとしても使えるトリートメントです。ある程度乾いてきたら、ちょっとこうやって持ち上げてやると、それで持ち上げて乾かす、そのままグローしたみたくパールが出るんですよね。まあ普通に自然乾燥でもできるし、もし、あ、ごめんなさい、すいません、グローみたくしたければこうやって持ち上げてやれば、自然な感じにもできる。わかりますか、まあ、結構自由自在ですなんですよ。結構いいですよね。いいですね。朝楽そう。朝楽です。通常のパーマだとやっぱりちょっとなーっていうのもあるし、デジタルパーマだとウェットの時かかんないんで、まあ中間ぐらいを攻めたいなっていうことが、ちょっとこのドライングパーマのちょっと良さ、あとダメージも少ないんで、すごいいい感じにかかります。サイドもちょっとこの持ち上げていただければ、こういう風になる。ちょっと乾いてきてからですけどね。ちょうどこのメッシュのところ、メッシュじゃないや、いいんじゃないですか、なんかかっこいい感じだった。なんかアフターカットしなくても結構ドンピシャあたり来てんじゃないですか、これ。なかなかいい感じ。いい感じです。ですね、うん。こっちが食べやすい。こっちの方がなんかブリーチが多いかもしれない。なんかなんとなくブリーチのあれがなんかちょっと多いか、ダメージが多いのかちょっとなんですけど、小さめでかけてはいるんですけどね。むしろなんかこのカラー生きてますね。で、上の方もですね、ちょっとこう持ち上げて乾かせば、まあカールも出るんで熱反応を起こしてはくれるんですけど、まあ今日撮影もこのまま作り込まないで、自然乾燥でやります。でもこのデジタル、ドライングパーマだったら、日本以外でも、アジアの髪の方でも結構適してると思うし、いろんな国の方でも、日本人以外でも全然細い髪の毛とか特にすごい変わったりとかするんで、いいかなと思います。まあ機械なくてもできるんで、デジタルパーマの機械とかも一切必要ないですし、あるものがちょっとあればできます。結構ここもちょっとこうやって持ち上げるとカール出るんですね。ここが結構出ますね。でまたヘナジェルでさらにちょっとスタイリングしていくんですけど、もうここからはスタイリング剤としてのヘナジェルの使い方です。でこれがちょっとその増粘剤が入ってるんでパリッとしてくれるんで、まあ、ウェットにならりづらウェットにはならないんですけど、ちょっとウェットっぽい質感を作ったりとか、とにかくこのまま寝れるっていうのが一番よくて、顔についてもいいんですよね。なんかオーガニックなので顔にこうついても全然問題ないですし、その後手にこう塗っといても全然使い終わった後は手に塗れます。なんかちょっとアンケート的な感じなんですけど、初めてじゃないですか。どうですかね、どうカットとかどうでしたか。パーマとか正直ならでいいんですけど、全然作んなくて。いや、カットはなんかいつもおっしゃってたように、はい、後ろからわーって切られてて、だんだんこう来て、あ、ちょっとなって思ってもちょっと言いづらい雰囲気とかあるじゃないですか、他行くと。そうです。でももうバツバツカットだったけど、こう分かりやすかったので。本当ですか。はい、思います。ありがとうございます。パーマはどうですかね。パーマもなんか全体
的に早くっていつもパノとかだと待ち時間があったりとか、はい、ああ待ち時間ありますよね。するのがすごい早かったので、うん、待ち時間はあんまないですよ。なかったです。逆に忙しいですよ。来た、巻いた、流したみたいな。そうですね、あんま無駄な時間がない。あと、まあ、この長さだったら結構たまにあると思うんですけど、薬をこうつけた時に頭皮につくじゃないですか。頭皮ってやっぱあんまりつけない方がいいんですよ。薬とかカラー剤もそうなんですけど、だそれはないし、ターバンもしないんで、顔周りのところは頭もつかないからあんまりこのストレスもないですよね。ないです。お化粧こうなんかベローンってこう後つくっていうか、ファンデーションの後がこうあのターバンのところが、それもまあないかなと思うんですけどね。いう感じで終了です。はい、はい、はい、今日の撮影終わりました。モデルさん素敵な感じに、ショート似合いますよね皆さんね。すごい変わったと思います。相当可愛らしく、もともとねあのロングの時もすごい素敵でしたけど、短くしてからも よりすごい素敵な感じになったので良かったかなと思います。はい、今日の撮影終わりました。また皆さん、ハイヤマカチのチャンネルを、いいねとかしてシェアとかしていただければ頑張りますので、よろしくお願いいたします。ではさよなら、バイバイ。